処分取り消しと、賞金約640万円ポイントが戻るのを願う全仏混合ダブルスで失意乗り越え優勝の加藤美優が異ブ V スピーチ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの全仏オープン混合ダブルス決勝が8日。 パリのスタッド・ローラン・ギャロスで行われカトーミユ、28、ザイマックス、ティムプッツ、35、ドイツ、組が4から6、6から4、10から6、マッチタイブレイクで、ビアンカ・ランドレースク、22、カナダ、マイケル・ビーナス、35、N、Z、組を下ろし、次第大会初タイトルを獲得した。 自身が打った球がボールガールを直撃し、失格処分となった女子ダブルス3回戦から4日。失意の涙を輝く笑顔に変えた加藤は、処分の取り消しを訴える異例の優勝スピーチを行った。用意してきた英文ペーパー、異例の優勝スピーチだった。 英語がそれほど上手ではないので準備してきました加藤がちょっぴり照れくさそうに優勝した時に備えて英文をしたためてきたペーパーを取り出した。右手でマイクを握った体勢で文面を読み上げようとすると、あいにくの風でペーパーがめくれ上がってしまう。悪戦苦闘するヒロインへ助け船が入った。僕が持ってあげる、予期点を聞かせてとっさにマイクを持ったのは隣で見つめっていた、ッツ。 両手でしっかりとペーパーを持った加藤が万感の思いを込めながら言葉を紡いでいく。ここまでチャレンジングな日々でした。特にここ数日は精神的にも大変でした。4日に行われた女子ダブルスの3回戦の試合途中でボールガールへ9をぶつけ、当初警告だったものが対戦相手のマリエブズコバ24、チェコ、とサラソリベストルも26、スペイン。 組の失格ではわざとじゃないの泣いているじゃないなどの必要な講義で失格に代わり六640万円の賞金もポイントも取り上げられた。加藤は優勝スピーチで異例の訴えを行った。失格は残念でしたが主催者が処分を取り消してポイントと賞金を取り戻せるように願っています。今すでに正式に提訴。 プロテニス選手協会も不公平で不当な処分との声明を出して大会主催者に処分の取り消しと賞金、ポイントの返還を働きかけているが改めて公の場で加藤はこの問題を口にした。スタンドには女子ダブルスでペアを組んだアディラスーチャリ28インドネシアの姿もあった。加藤はそのスーチャリにもこう話しかけた。 アディラ女子ダブルスでペアを組んでくれて本当にありがとう。インドネシアのファンの皆さんにも感謝しています。私たちは失格処分になりましたが全力を尽くしました。これからも女子ダブルスで頑張ってまたここに来たいですね。そしてこう続けた。ボールガールが無事であることを願っています。 そして、女子ダブルスで対戦したペア、サラとマリエにも、またいい試合をしたいと私は願っています。スポーツマンシップに賭けた行為が、全世界からバッシングを受け、悪役ペアと化したブズコバとソリベストルモに異例の再育を呼びかけたのである。長目のスピーチを終えた加藤を、プッツは笑顔でねぎらった。この、10日間本当に大変だった、ね。でも、 この優勝で元気を出してくれれば、実は混合ダブルスの戦いから締め出される恐れもあった。失格処分となった際、同時に今大会そのものからも、加藤が除外される可能性があったという。試合後の記者会見で、加藤はこんな舞台裏を明かしている。 本来ならば失格となった選手は他の試合への出場も禁じられますが大会側や WTA、女子プロテニス協会などの配慮もあって続行できました。会見に同席したプッツも標準的な手順では除外されていたと思う、と明言。出場継続が認められた配慮に感謝しながらこう語っている。ここに座っている彼女はもう泣いていない。 物語の最高の結末だ。そもそも、プッツとペアを組む予定もなかった。ドイツカミノ、ワオズは、今大会のエントリーが締め切られる直前に、二人は混合ダブルスでペアを組むのを決めた、と、文字通りの急増ペアだったと伝えている。当初は二人とも別のパートナーと組む予定だったが共に大会エントリーに必要なランキングポイントの合計が不足していた。 そこで加藤の当初のパートナーが、フッツに対して、彼女とプレイするのはどうだ、と声をかけたのがきっかけだった。ただ、加藤が英語をあまり話せない分だけ、コミュニケーションを取るのは困難を極めた。フッツも大会前の時点で、戦術や作戦はほとんどない。コートに立って、どうなるのかを見てみよう、と語っていた混合ダブルスのエントリーを済ませたのは、 締め切られる2分前だったという。同メディアによれば、お互いのポジションや走るルートについて、ふつは1週間も話し合っていない、と笑い飛ばしていたという。それでも大会では快進撃が始まった。1回戦と2回戦を共にストレートで突破。 直後に女子ダブルスでの失格があったが、翌日の準々決勝も、スーチャディとまとわいミドルコープ、39、オランダ、組と顔を合わせた7日の準決勝も、すべてストレートで撃破し、堂々の決勝進出を果たした。センターコートを舞台にした決勝戦。第1ゲームをいきなりブレイクするなど、加藤プッツ組は順調な滑り出しを見せた。 しかし、時間の経過とともに落ち着きを取り戻し、持ち前のハードヒットを繰り出してくる相手ペアに押し込まれ始める。4から2で迎えた第7ゲームからは4連続でゲームを奪われ、5試合目にして初めてセットを落とした。続く第2セットでは第8ゲームを終えて4から4と、お互いにサービスゲームをキープしていた。迎えた第9ゲーム。 ビーナスの強烈なサーブに対して、リターン役の加藤は、トスが上がった瞬間に、ベースラインに後方へ大きく下がる頭脳的な作戦で対応する。力負けしないリターンで相手を惑わせ、最後は加藤が強烈なボレーを決めてブレイクした。第10ゲームでは、フッツが2度のダブルフォルトを犯した。それでも強気な姿勢を貫く加藤のボレーが実に3度も炸裂。 セットカウントを1から1にした。試合を重ねるごとに芽生えたプッツとのコミュニケーションを加藤はこう語っている。プッツはいつも応援してくれて元気づけてくれました。精神的にも辛かった中で本当に嬉しかった。なので今日もセンターコートだからといって特別な思いなどはなく、いつも通りに強気でプレイできればと思って試合に臨んでいました。 10ポイント制のタイブレークで争われる最終セット。3から3から怒涛の5連続ポイントを奪った加藤プッツ組が一気に流れをつかんだ。ポイントの中には加藤のボレーもあれば、プッツと重なりかけながらも、私が打つ、とばかりに、バックで強気に返した加藤のリターンもあった。躍動する身長156センチメートル体重49キログラムのヒロインを、 会場も手拍子で後押しした。最後は9から6からビーナスのリターンがネットにかかる。ボレーを狙っていた加藤は振り向き、両手をローランギャロスの青空へ広げながら笑顔を弾けさせた。京都市で生まれ育った加藤は7歳から始めたテニスで最初にダブルスで頭角を表した。 2017年の全豪オープン女子ダブルスでは、ジュニア時代からお互いを知るホズミエリ、29、日本住宅ローン、とのペアで、堂々のベスト4へ進出している。次第大会優勝者として歴史に名を刻んだ。日本人選手による全仏オープン混合ダブルス制覇は、1997年の平木理香、昨年の柴原瑛菜に続く3人目の快挙だ。 ただ最後は息もぴったりだったプッツとのコンビは次のウィンブルドンでは見られそうにない。ドイツの一般紙、バイルットがプッツの今後を伝えている。ウィンブルドンではプッツはおそらく混合ダブルスに出場しない。それでも男子ダブルスのタイトルを長く欲してきた彼は混合で手にしたタイトルにちょっと変な感じがするけど混合もとても楽しかったと語った。 さらに次に混合で出場するとしたらその時はミウと一緒かな。ニューヨークでは再び混合で会えるかなと続けている。 取り消しを訴えた処分の今後の扱いなど、まだ解決されていない問題は残るが、いろんな意味で世界の注目を集めることになった加藤は、7月3日開幕のワインブルドンで、因縁の女子ダブルスと新ペアでの混合ダブルスに続けて挑むことになる。